はい、おじでーす。さあ、今回は、レースゲームの時に使うね、ハンドル、ね、ダイレクトドライブっていうのがね、今ものすごく入り始めてる。ね、今までめちゃめちゃ何十万円もしたものが、本当にね、もう数万円で買えるようになった。一気に。ね、すごい。今年はね、もうダイレクトドライブお祭り元年と言ってもね、いいじゃないかっていうぐらい、すごくうわーっとね、盛り上がり始めている。まあ、モザレーシングがね、去年から、わーっと活躍してくれてるんで、それを皮切りにね、ドワーッと加速してる感じだね。で、今回は、このダイレクトドライブね、安いモデル限定なんだけども、このテーブルクランプね、これちょっとね、悩ましい選択肢ということでね、お話ししたいと思います。はい。視聴者様からこんなコメントをね、いただきました。ファナテックはエントリーモデルのバンドルにクランプついてないし、そのクランプも高いから、なんか嫌。ね。っていうコメントをいただきました。で、まあもともとね、ダイレクトドライブって、まあ3ニュートンとか5ニュートンとか、まあそれぐらいのモーターだと、まあ、テーブルに固定しても使えますよっていうことで、そのテーブルクランプ、テーブルに固定するね、キットがあって、それで使うことができるんだよ。ただもう、もう9ニュートン、10ニュートンクラスになってくると、モーターのこの暴れ方がね、半端じゃないので、で、テーブルに取り付けてプレイするっていうのは、ちょっとね、現実的に難しくなってくる。テーブルが暴れて持ってかれちゃうみたいなね。そんな感じになっちゃうので、まぁ、ちょっと普通のクランプでの固定っていうのは、ちょっと弱いっていうね。なので、まぁ、ダイレクトドライブっていうね、この金属の塊の下に、ネジ穴がいくつかあって、その4箇所で、しっかりとグッってね、レーシングの、コックピットね、そこのところにこうガッチリつけるっていう。そういう使い方が主流になってます。ほとんどね。でないと、危ないから。で、ただね、例外があって、K-MAS。ね。K-MAS の15ニュートンのモーター、OG のところにあるんだけど、それは100円ショップの滑り止めの上にポンって置いて、普通のテーブルの上でやってるけど、それは別にね、そんなに片付かない。大丈夫。暴れない。ね。グッと押し付ければ。ね、でね、ちょっとこれね、見たんだけど、バンドルにクランプが付いていない。ね。だから別売りなんだよっていうことで、で、それが高いからいいやってコメントもらってね、どんだけ高いんだろうと思って、ちょっとおじに覗いてみたんだよ。で、このファナティックの公式に行って、で、これがね、どうも一番、一緒なモデルね、DD、ね、テーブルクランプっていうやつで、で、4490円なんです。で、これ見て、お、ファナティックいいじゃんって思った。これなんでかっていうと、ダイレクトドライブのモーターをね、ここに乗っけて、で、テーブルに挟んで使われてたんだけど、これ真ん中でギューって押さえるタイプなんで、足に、これ当たんなくて済むんだね。いや、モザのバンドルとかだと、こういうのだから、ケーマスもそうだよ。だ右足、左足、削れる、ももが。ね。すごく痛いので、だおじいテーブルクランプ使わないんだけど、ね。これ真ん中タイプなんで、まあ、ただ、がっちりとつけるのは無理だよね。モニターアームでも何でもそうなんだけど、1本でロックするっていうのはこう暴れるんで、だからね、弱いは弱い、だから弱いものを、まあだからまあファナティックそんなにパワーがねえからあれなのかね、安いのが。で、まあこれで足りるのかもしれないけど、これでいけるんだったら、だって他が真似してるもん、モザとかケーマスが真似してるもん、これじゃダメだよねっていうことでこれ使わないと思うんだけど、これどうしてプラスチックでしょ、これなんか見た目が安っぽそうだけど。ね、で、これはシフターのテーブルクランプね。これは金属でできているんで、まあ、ちょっと単純なんだけど4900円。
だそれを思うとやっぱりこれプラスチックだよね、うん、でこっちの方が高いっていう、ね、であとこれがねテーブルクランプバージョン2ってやつでこれが9900円でこれはこことここと2箇所で固定するやつなんだねこれね、うん、出ないと無理だって本当。で、おじいのね、使ってるモニターアーム、おじいの過去の動画で紹介してるんだけど、おじいが今ガチで使ってるモニターアームってね、こう、二箇所止めなんだよ。がっちりつくんだよ。一本のやつって、もう締め切れないから。で、ガタつく。二本のやつはめちゃめちゃ大丈夫。おじいが使ってるね、モニターアームは、これ式なんで、すごくいい、ね。おじいがダイジェスターしているよね。こっからぶら下げても使える、下からこうも使えるってやつがあってね、上下に2個まで付けられるやつなんだけど、こうもできるけど、すごくいいやつ。各にダイジェスターして、おすすめしてるんだけど、ね。そんなモニターアームがあります。こんな太いパイプでね。すごいお気に入りなんだけど、ね、まあ、それはいいとして、まあ、1万円、ね、まあ、これしっかりしてるよね。で、あとこういうの、28,900 円ね、これも一応、ダイレクトドライブを、ね、おしゃれためなんだけど、これはどうやって使うのっていうと、この専用のこれにあれなんだね、これ横からここにつけて、がっちりとなんか挟むタイプなんだね。うん、なんかの専用品だね、これはね。まあ、すごいね。じゃあ、モジャはどうなのかっていうと、ね、はい、このテーブルクランプ、これがバンドルになってます。ね、ハンドルで、このクランプ、そしてダイレクトドライブとハンドルとクランプとペダル。この4点セットでバンドルになってます。ただ、これも加算した値段になってるからね。45ドル。ね、だから6、7000円ぐらいするんで、これがセットになってます。で、デリだっか、デリショップだっけ。ね、デリショップは、もうバラで売ってるんで、本当このクランプ自体は売ってないね。シミュレーター屋さんはね。もうこのバラいらねえから、ね、これいらねえからして、バラで、ハンドルとモーターペダル3点セットとか、ね、逆にクランプなしセットで売ってます。おじいみたいにコックピットにつける人は、これ邪魔だから、こんな抱き合わせ販売で7000円ぼったくるなよっていうね、そういう話になっちゃうので、ただセットになってない方が、まあ良心的というか、逆にセットになってくれ、ね、上乗せされてセットになった方が、安心なのか、おじいは、ファナティックの方が正解だと思うよ。コックピットにもともとくっつけたいっていう。だって、ダイレクトドライブだもん。下のモデルのダイレクトドライブでも、やっぱり、ダイレクトドライブを手にするっていう人は、やっぱちゃんとコックピット組んで、こうしてやりたいっていう夢があるから、そこにつけたい人が多いと思うんだよ。だから逆にね、ダイレクトドライブなのに、テーブルに固定してやりたいっていうね、どうなんでしょう。ね。おじいは、白いテーブルに、今、ケーマシが乗っかっているところに、モザの R5 くっつけて、もう暴れて暴れてしょうがなかったんで、結局ね、テーブル変更したでしょ結局。もう、なんていうの、テーブルの上にモニター乗っけてやった場合、もう、とてもないことになるし、スピーカーも、ブルブルって振りで起こしちゃったでしょ動画残ってるでしょああ、これはダメだ。テーブルの上には何も置けないってね。ほいで、モニターをモニター台で分けて、テーブルの上と分けたんだよ。でも、スピーカーは落ちる。ね。マウスもキーボードも、振動でどん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 動いていく。ね。ああ、これはやっぱもうダメだなと思って。いろんなものが壊れる。ね。だから、テーブルのところに固定して使うっていうのは、どうなんでしょうって思うけどね。ただバンドルで買うと、R5 バンドルで買うとこれついてきちゃうので、ね。
妥協し販売になっちゃうんでね、あのバンドルなんで、まあ、それいらないからその分安くね売ってって、それはあの後になってねバラで出てくるけど、あの R3 なんて最初バンドルしかないからね、嫌でも妥協し販売になります。で、あとケーマスね、これはあの国内大体そう誰もさ教えてくれないけど、ケーマスの公式サイトに行きたくてもアバストがビビビンつって接続してくれないんだよ。でなんかで、ね、あの許可してあげれば行くと思うんだけど、やり方わかんないんだけど、皆さんどう？ケーマスのオフィシャルサイト見に行ける？アバスト入ってる人どうしてる？おじいはだからあの見に行けないんだよ、ケーマスの公式で。それを中の人に言ったんだよ、いやちょっと警告出ちゃったよね、こうなっちゃうんでってスクショで春から言ってるんだよね、あの入れないけど、どうしてこうなってんのってね、でもその件についてはスルー、ね、ケーマスね、都合の悪いことってその仕方するからな、嫌い、本当。なんで仕方するの？他のことは返事が来ても都合のいいことは、なんで都合の悪いことは仕方するんだろう。ね、まあそんなわけで、ケーマスのね、C5 ね、73,000円。でもこんなもの73,000円でね、これ込みで買っても。結局これあの、クラッチ追加できないんだよ。これ。クラッチ追加できないよ。ね、で、あと、これ、ね、あの、一体型でしょ？これね。だもうこれ買ったらもうこれで一生やるしかないっていうね。だって、モザのさ、R3 とかね、R5 とか、買った方が、だってステアリングだってね、大きい震源に変更したりとか、あのフォーミュラに変えたりとかできるでしょ。これできないじゃん、だってケーマスの場合ね。しかもこの D 型ハンドルでしょ。でクラッチの変更ね、追加もできないでしょ。だからこれ買う人はあの一番なんていうかな、お金の無駄遣いっていうか、もったいない気がする、本当。拡張性が何もないというか、もったいないね。だからやっぱモザすごいと思うよ。 R3、R5 の一番安いやつでもモッドを出してきてね、夢を叶えられる。今まではだってさ、何枚も出してハンドル自体を追加して買わなきゃならないじゃん。でもそれはね、やっぱ安いのを買うユーザーはね、あのお金があんまないから、だったらあの数千出せばね、こう交換できるようにしてあげましょうっていう。モザってすごいと思わない？そういうところ、ね、だケーマスね、買うのはね、もったいないと思うんだよね、本当ね。あと世界的にあのね、このサンプルばっか売る詐欺みたいな感じだからね、あの7月中旬入荷予定ね、そこからずっと放置したまんまで8月にどうなってんだよって言ったらね、都合悪いからね、返事来なくて、ケーマスの中の人から、日本の代理店に回せよね、な口ばっかでさ、ね、できないできないって。他の海外には、あのインフレーションにはバンバンサンプル回してるし、販売もしてるし、日本に倍にしすぎなんだよ、ね。はっきり言ってくれた。ね、返事来ない。本当ね。で、バーサスの方はね、5月発送入荷予定、ね、入荷予定。だからもう中旬とか上旬も何も書いてないじゃん。あ、もう8月終わっちゃうから、5月だねっていう。ね、あのだね、ケーマスは本当ね、ダメ。あの、代理店のアリオもボコボコボコ、どれだけ取っても、需要と供給全然間に合ってねえし、信用失うだけだよ。ね、全然ダメだと思う、ケーマスは。呆れしちゃった、本当ね。日本人をうまく利用されてるだけ、あの、ジェネさんとか。ね。そう思った。まあ、そんなわけでね、まあ、ケーマスはもう、おじいの中では終わってるんで、本当ね、ケーマスは結局始まらない。ね、ケーマス始まらない。だって、ケーマス、ハンドルと、ドライブだけ送ってきて、だって、ペダルねえし、本当。ケチるなよ。
その場にある旧型だろうが何だろうがあるんだったら、それでもいいからつけておくんねえとだって、使えねえじゃねえか、ほんと。ダメだろ。消えますね。まあ、そんなわけで、まあ、ダイレクトドライブのテーブルクランプね、まあ、バンドルにも付いてないから、で、別で買うのも高いからいいやっていうコメントを見たけど、まあ、おじいはファナテックの売り方は、まあ、正解かなと思う。で、あと安いものも真ん中一本で、まあ、ちゃんとならないからバージョン2が出たと思う、改良品が出たと思うけど、まあ、逆に、このプラスチックの安そうなね、ダメそうな、ほら、1万円ぐらいの安いおもちゃハンドなんじゃん。あれがこのパターンが結構多いけどさ、なんだっけ、PXN で言ったら V3 みたいなね、ああいうのがこういうタイプじゃん。ね。だから本当ね、これ、おもちゃと同じだからね、本当。だから、まあ、バージョン2じゃなくて、バージョン1をね、なくせばいいのに、まあ、つくちょった在庫、さばくまではなくすつもりないんでしょう。ね。でもこれはなんでこんな形してるんだろう。これなんだろう、なんか専用品なのかな、これ。CSL って書いてあるけど。ねえ。これは CSL じゃないんだ。よくわかんない。ねえ。ただファナテックの嫌いなところは、ね、まあ、お店から言わせると、ほら、ねえ、まあ、値段の、要は、定価が高くて、だから仕入れ値から利幅があるからね。で、そこからまたシッティングしたりとか、まあいろんなお金が儲かるからね。まあ分かるよ、ケーマスとかさ、モナ、モザ売ってたとしたって、ほんと数万円のものの利益なんてたかが知れてるからさ、ね、なんかのサポートを受ける分だけなんかやってらんねえよっていう、ね。で、安物のドライブなんか買う人はね、コックピット組んでくんねえだろうし、ね。お客さんがね、楽天モバイルを思いっきり使ってやろうみたいなね、ああいうお客さんぐらいしか来ないからね、ケーマスとかモザの下クラスだと。ただ、ファナティックの場合は、下から入っても、あれをやるために、これをやるためにって、次から次と、ね、これもお金で、やらせるから、売り方が汚いっていうのかな、インフルエンサーたちの、ね。これが今こんだけ安いよって言ったって、そんな安いわけではないんだけど、元が高かっただけなんだけど、ただ、今安いよって言っても安くないんだよ。でも、その値段が何割引で安いようにしたって、結局それをやるためにすごいお金がかかるんだよ。だから今これが安いよ。で、ヒュルヒュルって来ても、じゃあ、これで揃えるってなった場合に、すげえ高いものになる。それがファナティックなんだよね。まあ、あとね、アホじゃない。GT3C じゃ相手だから。ね。まあ、嫌でも選択肢があまりないっていう。ね。うん。ロジクールの、ロックしちゃう。ガチンってロックしちゃうね。ヘンテコリンダ10万買うか。ファナティックの方を買うかってね。で、そうするとまだ本格的な、ちょっとね、シム系で扱って、ロジクールはおもちゃ系でしょ？おもちゃ系で売ってるんでしょ？ファナティックは、まあ、おもちゃ系っていうよりも、本格的なシム系の方の流通だから、ね。雰囲気的にも、GTC 社から見ると、ね、なんかそっちの方が本格的っぽいみたいなね、そういうイメージがあるから、しょっちゅういっちゃうでしょ。公式対応だと、ロジクールさんか、こちらでしたね、みたいな感じで。じゃあ、ファナティックにする、みたいな。まあ、将来的に確実にはこの電源を買い替えればね、また3ネットアップしますから、みたいな。ね。まあ、そうなるわけだからね。まあ、それはいいとして、ね。まあ、ファナティックにはファナティックの良さがあるだろうし、ね。どのドライブも一長一短、ね、個性ってものがあるので、まあ、ファナティックにはファナティックの良さがある。ね。なんだっけ、名前出てこねえや。ほら、漫才コンビのね、デリの中に、なんだっけ、チャンネルは、ね、コンビ。
あのコンビの説明が一番わかりやすいよね。あのメーカーごとの特性とかね、規制とかね、あの評価も結構しっかりとしてるよね。あの漫才コンビがやっぱ今の情報の中では一番あれかな、信頼できるね。他のところはね、やっぱりなんか信頼できねえ。なんだっけ、あ、ガヤファクトリーだね。ガヤさんのところだね、ほんとね。ね、あれがあの D ショップでしょ結局ね。ね、あそこがあのなんて、あのうまいじゃん、ね、みんなうまいじゃん、ドリフトが、ね、びっくりするぐらいうまいじゃんみんなで、ね、あの漫才コンビ最高だよね本当。だあんだけうまい、うまい人たちがそのメーカーごとの、ね、特徴とか、あとドライブごとの癖とか言いながらこう実際にね解説してるから、右曲がれねえくせにね、ドリフトできねえくせにね、ああでもねこうでもね言いながらボコーンってくるくるんって巻いちゃって、あーでこれだよこれだよ、似てるところを探すんだよ、似てるところをみんなもらえんだからってね。それじゃあの誰も納得できないんだよ本当。よっぽど頭の悪いですよねとね、知らない。だからあのガヤファクトリーのあれ一つの言うことはすごい信憑性があるじゃん、実際に見せてくれるから、走り方とか見ればああなるほどってわかるじゃん、ね、あの伝わってき方とかの表現とかさ、あのどっかのインチキペテン師と表現違うじゃん、なんかね。だから本当ね、本物のこのものを、ね、だ本当に好きなんだろうね、好きで商売やってんだろうね、本当にだから好きだから、そのいやらしいものをなくなしにちゃんと伝えてくれる。あれ、それが信用性になって、じゃあ、ガイさんにね、じゃあ、これどうだ、もうね、いや、これこうの方がいい、いや、あ、じゃあもう任せるわって、そうなっていくと思うんだよ、商売として。ね、あ、右曲がりの方はだって絶対任せるんだよ、なんか、どっちが儲かるかで計算してんだろう、おめえ、みたいな。ね。もう、利益重視で、あ、全然関係ねえ。あどっちのがドリフトセッターどっちが出るって、ドリフトできねえやつ行ったって分かんねえからね、本当ね。何の腰に行こうとか分からねえけど、ね。もう何にも知らないけど、もう救急車で走ってるよ、一生って思うけど、ね。はい、まあそのわけでね、まあダイレクトドライブのテーブルクランプ悩ましい知るとこなんだけど、ね。個人的にはね、テーブルクランプ高いなと思ったら、テーブルってそんなに高いもんじゃないじゃん。テーブル、ね、これ見てるさ、皆さん、中学校とか小学校の時って、ほら、学校のテーブルあったでしょ？あれ、コンパスで穴開けて、ね、ほら、万年筆のボール転がして、ゴルフとかやんなかった？で、その穴、結局、貫通させなかった？で、コンパスで穴開けて貫通させて、で、下に紙でこうトンネル作って、ぐるぐるーってこうやって、カンタンタンタンってやんなかった？そういうの。知らない？ね、で、それでもさ、テーブルとしてちゃんと使ってたでしょ？支障なかったでしょ？全然。だからね、テーブルクランプを使わないで、要は、ダイレクトドライブの裏側のとこね、マジックでこうやって、水性でつけて、で、ペタンと置いて印をつけて、穴開けて、で、直にボルトでつけた方が、絶対にいいと思うよ。お金かかんないし。変な棒が出て、足怪我するより、直結の方がいいよ。本当。だそこにお金をかけるのもね、もったいないでしょ、1万円も。だったらさ、テーブルちょっと穴開けたっていいじゃん。どうしても嫌ならテーブル買えばいいじゃん。だって、その高いもんじゃないじゃん、テーブルなんて。そうでしょ？そう思うんだよ。穴開けた方がね、いいよ。
で、おすすめは、あれだね、食卓のテーブル。あれが一番いいよ、食卓。食卓のテーブルの真ん中の足になってるやつね、おじいのとこ使ってる。で、それを、あのね、今の時期だと、あれか、5月だとそんな移動がねえか、あの、年末とか春先になると、引っ越しの時期とかね、いろんな移動の時期があると、あげますで結構来るんだよ。ある。地元見ると。食卓セット。ね、椅子付きとか。ね、で、もう本当引っ越し急だとね、あ、もう持ってってくださいみたいな。ね、ただで手に入るんで、だその、食卓のね、テーブル、結構丈夫だからね、穴開けて、やばいね。で、おじいも白いやつあるじゃん、テーブル、長テーブル、あるでしょ？ケーマスと買ってるやつ。あれ、地元でもらってきたんだよ、あげますで。ありがとう、つって、ね。で、前がこうなってるから、ちょっと切ってね、うん、つくようにして、ね、ノコギリで結構切って使ってるけど、うん、ほんとね、テーブルクランプ買うのをためらったら、本当テーブルジモティでタダでもらって、ね、熱固定した方がいいと思うよ。おじいももらったテーブルね、お構いなくノコギリで切って、ここパコーンってやってるし、いっぱい加工してるでしょ。ね、あれ、穴開けてもいいよ、別に。今さ、100円ショップの滑り止めで、ケーマス自体が重たいから、15ニュートンが。だ自分の重みで動かねえから、意外と100円ショップの滑り止め、あれすげえ、ベタっとくっついて、動かねえんだよ。あれ。ケーマスはそういう形状だからさ、シーゴとかああいうのじゃペラペラだからちょっとバタンっていっちゃうかもしんねえけど、15ニュートンあれめちゃめちゃ重たいからさ、こんなかまぼこの形してるから、動かねえよ、あれ。ね。まあ、暴れるようになったら、下から穴開ければいいなと思って、いくらでもできるからさ、ね、物は考え方だよ、ほんと。ね、そう思った、おじいは。ね、いかがでしょう。じゃあ、ね、おじいはね、テーブルクランプ自体は、まあ、非常手段だけど、ほんと足痛いんで、怪我するんだよね。おじいは嫌い。モジャのバンドリーについてたけどね、あれ最初の回ね、あれだけでお試しの時だけ使ったけど、もう速攻で椅子組んだでしょ、ね、あれでも本当コックピットね、コックピット椅子つけて組んなかったから本当 ね、 あれ椅子つけてくれたらね、すっすごいいっぱいいい PR になってんのに、すごい担当者の上司がすごいケチでさ、骨組みだけって言うから、椅子ダメですかってね、うん、骨組みだけって、ね、ダメですかって、いや、まあ別にいいですけど、つって。で、あれだから、板のっけてね、くっそって紹介したけど、ほんとね、ケチな宣伝はね、そう思わない。そう思わない。ね。コックピットを紹介してほしいんだったら、ちゃんと椅子付きで提供してくれないと、ほんと困るんだよ。ね。ケーマスも同じだよ。ね。ハンドルとダイレクトドライブだけで、ペダルつかねえんだから、使えねえじゃねえかっていうね。ほんとね、使えるセットで送ってくるよって。そう考えると、バンドルはいいよね。ほんと。ね。もしは太っ腹。ね、はい、というわけで、この話は終わりたいと思います。悩ましいね。ファナティックはでも、ファナティックって、あそこのあれどうだっけ、あれ、時代遅れじゃなかったっけ、違ったっけか、なんか、右回りが、熱弁していなかったっけ、ね、これがさ、よく壊れるの、折っちゃうんだよ、これなんてね。ちょっと静止からグッてかかると折れちゃうんだよって、なんか言ってたじゃん、ここのピンのところが。あれ、ファナティック大丈夫ね、まあ、そんだけど、おじいはもうモザとかケーマした、今のやつの方が、すごいいいなと思うから、ね。終わります。
今日はね、夕ご飯はそうめんなんだけど、なんだっけ、三輪、三輪そうめんっていうの、サードチャンネルで、三輪がね、私は三輪ってね、なんかわしゃ三輪だぞってこう書いてあったから、ああ、そうなんだと思って。で、イオンにね、そうめん買いに行ったんだよ、おととい。で、買ってきたんだけど、そうめん。あ、昨日か、買ったのね。で、そうなんだけど、あったんだよ、三輪。だから、こんな袋に入って、598円でしょ。で、その1個下の段に、イオンのオリジナルかな、5束で、こんなに広い5束で98円だよ。あー、ミワって言ったら、あー、こっちか、そんなに美味しいのってね、あー、ちょっと食べてみたいけどなー、うーあー、こっち行ってたね、98円かって。まあ、ね、視聴者さんからもらったね、なんかあの、手延べそうめんってやつ、なんか木の切り箱かなんか入ってるやつがあって、で、食べたらすっげえうまかったんだよ。何このそうめんって。人生でこんなそうめん食ったことねえよってね。なんだこれ、ね、洗って冷やして持ってきて、テレビ見ながら時間が経っても、ビニャーって気持ち悪くならないんだよ。最後の一本まで美味しくて、何この食感のどこしいと思って。ね、手延べそうめん、ね。こんなうまいそうめん世の中にあるんだ。ね、びっくりした数年前、おやしさお袋に食べさせたかったな、そうそうね、まあいいやね、高校主体的に親はなし、ね、皆さん、ね、親が生きてる方は今のうちにおいしい宮そうめん食べさせてあげたらいかがですか、罰当たんないよ、ね、おじいはね、梨買ってきた、おととい梨、あのね、千葉県産の梨、ね、美味しいって言うからね、思い切って598円2個でね、買ってきて、で、あの、写真の前にね、飾って、で、昨日1日経ったから、1個冷蔵庫に冷やして、1個あげてあるままでね、別に仏壇もないし、ね、お線香もあげないし、ね、うちの頃と同じ、ね、親とか兄弟、死んじゃったら写真だけ置いといて、ね、そこになんかの食べるものとかをこう置いといてっていうね、ずっと何もなかったんで、まあ、ちょっとお菓子買ってきたんですよね、今置いてるんだけど、忘れちゃうとダメになっちゃうんだよ、そこに置いてあるものが、ね、だそれが嫌いなんだよ、本当。だバナナ、親父が好きだったからバナナ買ってきて置いといたんだけど、あーっと思って、あーと思って、どうなってかなと思ったらもう黒くなってて、やべ、急いで食わなきゃってね、本当ね、腐らないものね、置いとくとか、まあでもね、死んだ人が食うわけではないからバカバカしいんだけどね、そういう儀式っていうのがね、おじいはそういうバカバカしいこと嫌いなんだけど、ね、はい、まあ終わりたいと思います、皆さんね、おいしいそうめんをおいで食べさせてあげよう、以上です、またね、バイバーイ、と言いつつ今日は青森のスイカ買ってきたイオンで、美味しいかな、どうかな、8月31日、ね、じゃあギリギリまでスイカを食う、終わり。